あとなんかこう取り上げられる一つのポイントで僕、市長とかにですね、面会っていうか、全国大会の出場をする表敬訪問っていうのを結構進めてるんで、ちょっとそのお話もしたいなと思ってですね。表敬訪問っていうのは別にスポーツ選手だけじゃなくて、本当に、例えば芸術家の方とか、いろんな職業の方できるんですけど、何かその大きな賞をもらったり表彰された時に、それを報告しに行くっていうようなものなんですけども、これは結構ね、取材が入る可能性が高いというか、あるもので、その全国大会出場が決まったりしたり、例えば、F リーグでも何でもいいですけど、優勝したりとかで。F リーグのクラブだったら僕も実際に記事を見たことあるんですけど、リーグ開幕前に、やってますね。所在地の市長に会いに行って、なんかペスカドーラ町田さんとか、そのあたりとかも、開幕前とかに表敬訪問やってたような記憶がある。そういうのは別に地域リーグにも参戦してるクラブとかでもできると思うんですやね。ることがあるってこと。ちょっとケースバイケースなんですけど、まず、例えば僕がクラブの代表者だったら、なんか全国大会の出場が、もう育成年代でも何でもいいんですけど、決まったら、市役所の広報課かもしくは秘書課っていうところに、こういう成果が出たので、市長さんに表敬訪問したいっていうような、打診をしてみてですね。ちょっと積極的な市長さん、表敬訪問を受けるのに積極的な市長さんと、あんまりちょっとやや消極的なそのキャラクターにもよると思うんですけど、話すると、OK っていうような返事が返ったり、ちょっとタイミング的に難しいっていう時もひょっとしたらあるかもわからないですけど、ただ、やっぱり、首長さんも、名前と顔っていうのをやっぱり広く知られたいっていうのもあるので、表敬訪問はできるだけ受けてくれると思うんですけども。で、それが、OK になったら、市役所側からこういう表敬訪問がありますっていうようなプレスリリースが記者クラブに市役所側から投げ込んでくれるっていう場合もありますし、逆にそれは自分たちで用意してくださいって言われることもあるとは思うんですけど、僕の経験ではやや前者が多いかなと思うんですけどね。叩き台となる資料みたいなのはある程度こう、用意してくださいっていうのはあると思うんですけど、市役所の広報課とか秘書課とかがある程度、表敬訪問のフォーマットのプレスリリースみたいな形に、こう、体裁を整えてくれて、で、各記者クラブの各社に投げ込みをしてくれるっていう流れですね。で、これが大きいのはですね、仮にどこの社も取材に来てくれなくても、市の広報誌とかにほぼ取り上げられるっていうのは結構大きでですね。市の広報誌って本当に大きい市だったら10万単位でそうかそう印か。刷して配られますよね。昔来てます。いろんな地域の情報とかも載っていて、結構生活に密着した情報で、そうなんですね。そういうのに、こう、表敬訪問の場合は結構掲載されることが多いので、まずそれでね、10万部、20万部載ると、それなりに成果があるっていうのもあるし、その中でね、2社3社来てくれると記事にもなるんで、なんかすごく僕はコスパがいいものなのかな。またそれが実績にも、掲載実績にもなるしってことですよね。そうですね。実際、行政とのつながりができるっていうのも結構大きなことですよね。なんかそこの地域に根ざしていく中で、ちょっと僕の知ってる限りは、福井丸岡ラックさんとかって、見ました、ノートね。ね、本当にメディアにもたくさん取り上げられてるし、なんか行政の警察署のイベントとかにも、こう、呼んでもらって選手が PR するとかっていう、そういうのにね、すごいですね。こう、選手が参加されたりしてて、そういうつながりって本当にすごいですよね。なんかそれはそんないろんなつながりというか、街ぐるみで応援してもらってるっていう
ところまで持っていってるだろうなっていうふうに想像するんですけど。なるほど。まあ、なかなか最初は、そのね、プレスリリースとか、そういうのですぐに取材してもらえるかって言ったら難しいかもわからないんですけど、まあ、まあ、ちょっと労力はかかるんですけど、ちょっとずつそういう接点を作っていくような動きで、なるほど。徐々にその地域地域での知名度を高めていくっていうのは、まあ、必要だと思うし、まあ、他のスポーツも結構そういうのは頑張ってやってる部分ではあるんで、まあ、フットサルでもぜひそういうやり方でアプローチするっていうのも一つかなと思います。高校野球の甲子園とかなんか、どこのチームが優勝しても絶対表敬訪問って入りますし、まあもちろん、もともとメディアの注目度も高いんで、取材も常時入ったりするんですけど、まあサッカーの選手権とかも絶対そういう表敬訪問っていうのはやってますしね。ただ、高野連のやっぱりスタッフの方はやっぱりマスコミ対応っていうのはよくわかってますよね。やっぱりなんかそういう高野連とかになってくると、やっぱりそういうノウハウっていうかのが蓄積していって、アプローチもうまいというか、なんかそういう部分はあると思いますね。その辺はフットサルも応援したヒデさんから見るとちょっともどかしい部分でもあるんですね。まあもどかしいというか、なんかもっと僕らを逆に利用してもらいたいなっていうのはあるんですね。はい、都会よりも地方の方がチャンスがあるっていうような、ああ、そっか。ちょっと感覚はあるんですよね。どうしてもちょっと都会だと、ニュースがたくさんあるし、同じスポーツでもやっぱりいろんなクラブチームがあって、まあ競争、になってしまう部分があるんですけど、まあ地方だと、まあ、ある程度ニュースがそれほど多くないっていうのもあるし、逆にまあ、ちょっとニュースがなくて困ってるんで探すっていうような時も、なるほど。あるんですよ、ね。はいはいはい。そういう時にこうタイミングよく、競技フットサルってどんなんだろうっていうか、取材してみたいなっていうか。なるほどなるほど。そういうきっかけで見てもらうと、競技 自体のこう見る面白さっていうのはすごくあるものだと僕も思っているので、本当にタイミングさえあれば、もうフットサルどんどん取材したいなって思ってくれる方も出てくるというか増えてくるんじゃないかなと思って。なんかプレスリリースの出し方っていうか出すのって、今こう全国大会出場っていう例がありましたけど、他で言うとなんかあります？なんか別に普通にリーグ戦で好調とかでも、まあいいかもわからないですけどね。それは地域リーグ以上ぐらいですか？そうですね。地域リーグとかだったら。あとなんか普通に、例えば社会人チームだと、なんか地元の小学生とかにフットサルを無料で教えますとかって、そういうのでもいいと思う。ああ、ね、なんか地域密着とか社会貢献的な。ああ、そうですね。はいはいはい。なるほど。なるほどね。なんかよく野球の元プロ選手が子供たちに野球教室っていうようなニュースとかも結構目にしますよね。オフシーズンなんか特に。なるほど。まあそういうのでもいいですし、まあやっぱ地域貢献社会性っていうところは 僕たちもこう判断する材料になるんで、そういうのが出ればよりいいですね。はいはい。まああとはなんかこう、サッカーのワールドカップとかの時に、なんかそういうね、なんか、フットサルのワールドカップの時でもいいですけど、なんかそれをちょっとこう、パブリックビューイングみたいなので、みんなで応援するっていうのとかでも、はいはい、結構いいかもか、ね。そういうのを主催する。そうですね。そういうのでも、まあそれが、ワールドカップ、サッカーのワールドカップだけど、それでユニフォーム着てフットサルをやるとかね、なんかそんなニュースも見たことありますね。各大使館とかの方やったんかな、フットサルで交流深めるとかも、まあ、ちょっとそういう機運を盛り上げるような形でニュースとして取り上げられる可能性は確かにある、ね、はい。なんかノートでこう、人物コーナーに取り上げてもらおうみたいな話もあったと思うんですけど。ああ、そうですね。まあ、これはちょっとまあ、難しい部分ではあるんですけどね。なんかやっぱり僕が取材してて面白いなと思うのは、やっぱり、その人の人生っていうか、生き方とか、そういうのに迫る記事を、やっぱどんどん書いていきたいなと思うし、はい、テレビのドキュメンタリーとかも、やっぱ人に注目したものって、すごく引き込まれるというか、あ、はいはいはい、なんか見てしまう
んですけど、うんうんうん、まあそういう形で取り上げてもらうっていうやり方もあってですね、うんうんうん、まあこれは例えばなんか F リーグですごく活躍されたで、まあ今年引退した選手とか、うん、まあある程度の知名度は必要かなとは思うんですけど、はい、なんかそういうある程度フットサル界で名前が知られてる人っていうのはすごくチャンスがあるかなとは思ってますね。なるほど、なるほど。なんかやっぱり、逆に僕はフットサル選手っていうのはそういうところですごく人物で取り上げられてる、られるポテンシャルは高いかなっていうふうに思ってるんですけど、それは単に競技だけじゃなくて、やっぱ仕事を持っている方がやっぱり大半っていうか多いと思うので、あ、そうか。やっぱ社会人仕事をしながら、スポーツの競技としても一線で活躍するっていう、はいはいはい、ある程度こう二つの顔を持ってるので、うんうん、なんかそういう部分に迫った記事とかテレビとかの番組とかニュースとかって結構面白いんじゃないかなっていうのは思うんですよね。なるほどね。まあただそれはちょっとこう売り込み方がちょっと難しいっていう部分もあるんですけどね。それはどっちかって言ったら知らない記者にプレスリリースで投げ込みでアピールしていくっていうよりは関係のある方にまあちょっとこんな形で取り上げ取材してみてくれへんかとかちょっとお互いがねそういう気持ちがないと難しい部分があるかもわかんないですけど一致していけばそれも可能かなと、なんかヒデさんだったりとか僕だったりとかが書いた記事きっかけとかで注目してもらったり取り上げてもらったりっていう可能性もあったりしますか？ああ、そうですね。それもあると思いますね。やっぱりこう、リサーチしていく段階で、ね、そういう引っかかって、ああ、これは本当にストーリーとして伝えたいなとか、はいはいはい、なるほど。あ、こんな魅力的な人がいるんだなっていうきっかけにもなると思いますし、まあ、ご自分で、例えばブログとかでこう、書いていくっていうのも結構有効な発信なのかなとは思うんですね。そうですね。まあ SNS とか使いつつ、ブログでこう、そういうのをこう発信していくっていう。そうです。フットサル X でなんかすごい面白いなと思ったけど、ある子の選手が、名古屋から何百キロ移動して、あれは本当にいろんなメディアの方も目に触れたら結構興味を引くような、やっぱり、単純にメディアの人間としてやっぱり目が行きますよね。確かに確かに。なんかそういうのもやっぱりご自分でブログ書かれるっていうのは結構大きいことですよね。まあそういうところから人物っていうのは行きやすいですね、やっぱり。ですよね。まあチームから入ってその選手っていうよりも、もうダイレクトにその選手から入るっていう、そういうことも可能になっていきますよね。選手個人がブログとかでこう発信してると。ただ時間のない中でそこにどこまでできるかっていう選手の葛藤もあるんでしょうけど、でも本当にそれは自分自身がある程度知られるきっかけもなるし、うん、クラブを知られるきっかけもなるし、もっと言うとフットサル全体も知られることになるんで、そうなんですよ。まあぜひやってほしいなっていうのは僕も思います。あとあれですかね、その、ヒデさんもノートに書いてくれてますけど、その取り上げだけ、取り上げられることがゴールじゃないっていうか。そうですね、そこから、まあメディア実績っていうような形で押し出して、どんどん輪を広げていったら、もっといいかなと思いますね。その活用の仕方って結構、僕も思いつかないような活用の仕方は、なんかいろいろあるのかなっていうような気はするんですけどね。そうですよね。そう。確かにやっぱ取材する側としてはちょっと贅沢かもわかんないですけど、コメント力って欲しいところではあるんですね。いや、ね、広島 F ドゥの選手もなんかテレビとかにも結構取り上げられたりしてるような感じなんですけど、あれはやっぱ YouTube でなんか鍛えたテンポとか、そういうトーク力とかっていうのは生きてるのかも。いや、絶対。確かにプレスリリースも、まあそこでちょっとね、うまく書けなくて、つまずいてしまって行動に移せないっていうのはちょっとあり得る部分かもわからない。プレスリリースもちょっと、まあ、わからない人に対して前提で書くっていう部分で、ちょっと難しい部分があって、まあ自分が書いたものを逆に全くフットサルがわからない人に読んでもらって、理解してもらうかわかるかっていう部分とか、まあそういうチェックの仕方っていうのもありかもわからない。ね、それは家族でも全然いいんですけど、全日本フットサル選手権って言えば、うん、まあもちろんフットサルに関わってる方だったら、
うん、まあ、日本一を決める、うん、一番大きな大会っていうか、まあ、そういうことは説明しなくても分かるんですけど、はい、フットサル全く分からない方には、まあ、やっぱりサッカーの天皇杯に当たるすごい大きな大会だっていう説明はやっぱりいるし、うん、F リーグですら全く分からない方にはやっぱり国内最高峰のリーグだっていうところは必ずこう、うん、説明というか補足的には必要かなと思って、うん、はい、国内最高峰リーグとか、うん、やっぱそういう枕言葉っていうのはやっぱり必要になってくるのかなっていうふうに思います、ね。なるほど。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。